こんばんは。まあ元気ですよ。まあまあまあそれなりに元気にしてますよ。こんばんは。はい、まあ今ねお風呂上がってちょっとねストレッチしたり、はい、顔マッサージしたりっていう感じでございまして、はい、ちょっとねまあ少しお話ししながらねやろうかなと思います。こんばんは。ギフトありがとうございます。はい、あちょっとね久しぶりの配信なんですけど、のんびり配信していきます。最近どうお過ごしですか。まあね私はまあまあまあそれなりにやっております。はい、まあゴールデンウィークは忙しかったですね。今ゴールデンウィーク明けということで、まあのんびりそれなりにのんびりやってますね。でもやっぱりゴールデンウィーク明けって人来ないよね。今日お風呂から上がって何してた？あ、ストレッチしてパックスつけながら。そう、最近ね以前ねパックをいただいたんですけど、プレゼントでねパックをいただいたんですけど、それがなくなっちゃいまして、新しいのを買ったんですけどそれもなくなりそう。観光客多かったですよ。多かった多かった、忙しかったよ。そうパックはね、最近はね新しいパックはクオリティファーストのザ、なんだこれ、ダーマベストなんと VC100 プラスレチノールというやつを使っています。はい、なんかレチノールがいいのかななんて思って、なんかいろいろ調べてみたんですけど、まあねちょっとなくなったらまた新しいのどうしようかなという。そう、なんかでもパックはね本当あの昨日ちょうど話してたのマミーと、パックはなんか安くてもいいから毎日した方がいいんだってめぐみが言ってた。なんかテレビであのめぐみさんっていう芸能人いらっしゃるじゃないですか、言ってたっつってね。こんばんは。そんな感じ。あとはなんだ最近の出来事、なんもない。なんもないな。あ、髪の毛を染めました。ちょっとねまだ写真ね、なんかもう全然この髪の毛になってから写真を撮っておりませんので、まあちょっといつ見せることになるかはわからないんですけれども、髪の毛が茶色になりました。私茶色って言ってもね割と明るめかな。もともと金髪だったのでちょっと明るめになって、はい、明るめに入れれまして茶色になりました。うん、
まあ、またちょっとね写真あげることがあればちょっと変わったんだなっていう風に、ちょっと、ね、今持ってる写真がね本当に染める前の写真ばっかりで、うんかな。あとはまつげパーマもしてきました。ちょっとね来週末、来週末、来週、再来週、ちょっとねまあ旅行と言いますか、何と言いますか、はい、でして適当なんかすごい適当だ旅行じゃなかったらなんやねんっていう話なんですけど、まあなんかそんな感じでちょっとねいろいろ物がいるようで、はい、まあちょっと、ね、楽しみですね。今度だから買い物にちょっと行ってきます。はい、買い物に、シャンプーとリンス買わなきゃなくなりそう。あとなんだ、あ、そう、アイブロウがねもうないんです。あ、眉毛を染めるやつなんですけど、アイブロウ、そう、今ねもうね中身もずっと使いすぎて、もう中身頑張ってこそぎ落としてっていうんですか、ちょっとなんか染まってるかもわからないくらいもう頑張ってやってるんで、ちょっと買いに行かなきゃいけないんですけど、買いに行ってないよね、めんどくさくてそう、なんか見つかんなかった同じやつが、なんだっけ、お店見に行ったんだよね前、なかった、ケイトがあそこ売ってなかったのか、私レブロンだと思ってた、ずっとレブロンじゃなかったっぽいケイトだから多分見つかんなかったんだと思う。新しいのね見とかなきゃいけない。ギフトありがとうございます。かな、皆さん最近はどう、さっき言ったな でね、なんか旅行に行くのにキャリーバッグが壊れてるから、そう、キャリーバッグをね買わなきゃなと思いつつずっと買ってないんですよね。ね、多分買うことはないでしょうなんかさ、もうさ、次今月末旅行行ったらもうそれ以降旅行の予定がもう全くなくてですね、はい、本当にマジで何もなさすぎて買う必要性なくねみたいな、そういう状況でして、お泊まりです、すごくお泊まりです、なんか珍しく超絶な長くできます。久しぶりかな、そこまで長いの。こんばんは、海外ではない、あ、その数週間ではないよ、数週間とかではないけど一泊二日とか二泊三日ではないよっていう感じですね。はい、海外は一人では行かないよ。まあでも私の今までの旅行の中で2番目に遠いかもしれない、というか初めて行く、なんか不安すぎて初めてなんです、本当にマジで初めてすぎて、珍しく緊張している、ドキドキ、行けるか、
まで、そう、一番遠いのは沖縄。あ、でも北海道も一応行ったことあるから、じゃあ3番目だ。北海道も遠かったね。3番目だった。まあまあまあ、そんな感じです。こんばんは。皆さんは元気ですか？元気？体調崩してない？まあ、なんか755にねコメントくれてる方はたまにね見てるんですけど、元気ですか？よかったです。なんかね、ちょっとあったかくなったり寒くなったりってねあるから、気をつけてみんなね。今日はご飯を食べ過ぎたんです。元気になった？よかったです。みんなね、ちゃんと美味しいご飯食べて、体調崩したら休めるときは休んでね、無理なく行きましょう。なんか私もそれなりに元気でいるからそれなりにいるから、なんだろう。あ、そう、今日食べ過ぎちゃったっていう話ね。今日はなんかわかんないけど、すごくお腹が空いたので、お昼にパンとバターのどら焼きと大盛りの担々麺を食べました。汁なし担々麺ね、冷凍の、美味しかったです。はい。お、なんか来た。ちょっと待ってね。ちょっとね、 LINE も来ました。あ、全然別にお友達とかじゃないです。公式 LINE です。私が登録している公式 LINE から LINE に行きました。バターのどら焼き、あんバター、どら焼き、シャトレーゼのどら焼き。そう、担々麺がね。そう、でもなんかずっとね、麺が食べたかったんです。そうで、
それでもう満足したからいいやって今日。口と、いや、しびれない。あの、ものによるんじゃないかな。うん、ものによると思う。だから私がいつも食べるやつはそんなね、辛くないんだよね、冷凍のやつ。あとセブンの日か、汁なし担々麺じゃない、普通の担々麺好き。美味しいよ、あれ。カロリーめっちゃ高いけど。あれね、あと、あの、最後にご飯入れてチーズ入れて食べるんだよ、汁に。美味しいよ、やってみてね。あの、カロリー爆弾です。はい、なんかもうそれするときはもう今日は食べるって決めて食べてます。もう爆弾すぎます、あれは。本当にもうね、むくむと決めて食べるから、明日はむくむぞと思って。よいしょ。食べすぎて、あの、別に太ったっていいんですよ。太りたくないけど、もう太ってて、もうそういう時はね、あの、もう太ったくないっていう。たまに食べとらんとやってられんですよ。たまに食べなきゃやってられんですよ。たまに食べてお酒飲んで、ね、お休みはまあまあまあそれなりにですかね。で、なんかゴリゴリ聞こえるかもしれないんですけど、あの、気にしないでください。あの、筋膜リリースをしております。筋膜ローラーしてます。これね、やるとね、あの、足が痩せるんですよ、多分。まあ筋肉放置するよりね、いいよっていう。気持ちいいですよ、ずっとやってると。最近のルーティンです。お風呂上がったらパックして、ストレッチして、顔マッサージして、ほんで髪の毛にクリーム塗って乾かして、で筋膜リリースして、まあたまにマッサージまでして、でまたなんか携帯触りながらストレッチして寝ます。はい、足にローラー、あ、結構してますよ、みんな。うん、痩せます。痩せますというか、なんだろう、筋肉つい、あの、足とか筋肉質な人はやっぱりちょっとほぐしてあげると痩せますよ、結構。おすすめ。痛いけどね、はじめ。今日はね、しっかり食べて、あの、むくみそうなので、それ腹にはあんまりするもんではないので、筋膜ローラーあんまり腹にやってるのは効かないですね。わかんない、調べてみてください。私お腹にやることないんで、基本的に筋膜ローラーは足と、あと、まあなんか二の腕とかね、もする人もいますね。痛いのは凝ってるんですか？そうね、筋肉とかが固まって凝ってたりするのかもしれない。私もだって痛くないんだよね、何しても。あんまり気持ちいいんだよね、ずっとやってるから。あとね、おすすめなのが肩回すのがすごくおすすめです。まあちょっとすごい独自になるからあれなんだけど、あの、保証はちょっと怪我ないようにっていう風に、痛かったらやめてねっていうことしか言えないんだけど、まああぐらかいて横にぐーっと、あの、はん、あの、手をさ、なんていうの、倒して脇腹を伸ばすじゃない、横に体倒して、
でそのまま腕を大きくその体勢のままね回せる範囲で 肩をね使いながらね、肩をちゃんと回しながらなんだけど、大きくあの円を描きながらぐるぐるっと回すんです。それがね最高に気持ちいいのでぜひやってみてください。まあ姿をねちょっと見せれたらいいんですけど、それができないので、結構ねあの肩回すっていうのはね痩せるのにもすごくいいって言いますから、ぜひやってみてください皆さん。めっちゃ痛い？あーじゃあやめといた方がいいかも。なんかそれなら普通に座って肩にあの手を肩に置いて大きく回した方がいいかも。あの肘をねちょっと遠くにやるように大きく回すやつの方がいいかもしれない。回らない、そんなことある？あれ嘘、私だけおかしい。回るよ。なんだろう、なんか多分やり方を説明してないから多分あれだよね、きっと分かんないよね。またちょっと説明する機会があったらやるね。うん、ちょっと氷川はほんとこれめっちゃ気持ちくて毎日やります。前回し10回、後ろ回し10回です。ストレッチはねなんか習慣化すると気持ちいいですよ結構。最近ね寝つきが悪くて困ってます。うん、寝つきがね本当に悪くてですね、どうしたもんかね。なん
か眠いんだよ、眠いんだけどさ、なんか寝れないみたいな日ってあるじゃん。いや夜に目覚めるんだって。前ちょっと数日前、しばらく前までちょっと夜中にねめちゃめちゃ目が覚めるっていう状態だったんですけど、最近それがなくなってね、あのなんていうの、なんかさ寝る時間がもうめちゃめちゃ遅いっていうか、そうもう何しててもなんか寝れなくて、そうテレビ消してね、よくないよね、嫌だよね、嫌じゃない、すごい一緒ですって言ってくれてるね、すごいしんどくない、寝たいし疲れてるし眠いけど、なんか寝れないとさ、なんか夜ってさいらんこと考えるじゃん。まあ人にもいるけど、まあまあ多分なんか私みたいな性格似てる人は多分夜にね何でも考えて病んじゃうタイプなんですよね、きっとね。そうで寝れないとなんか変にも余計なこと考え始めるから、もうさっさと寝てさ、もう何も考えたくないんだけど、そうちょっと本当に寝よう。ね、月が悪くてちょっともうどうしたものかと思ってね、最近の困りごとです。そうそうそうなの、その分ね、そうお昼とかまでね、なんか好きな時間まで寝てってできたいんだけど、まあね目覚めるしね、仕事も行かなきゃいけないし、ね、そういうわけにもいかないってね、本当に嫌だよね。ちょっと相談したんですよ。だからその寝つき、ね、なんか寝つきはいいけど夜中にめちゃめちゃ目覚めるっていう時にちょっと人に相談したんですよね、なんかこうこうこうで、そしたら睡眠のなんかメカニズムを教えてくれて、まあなんか、まあ、人間はなんかもともとそのなんて寝る時に深い睡眠とちょっと浅い睡眠をちょっと繰り返してるんだよっていうのを言ってて、それがその深い催眠の時に下がらない、 寝てからその深い催眠の時にあのもう下がん、なんていうの、一定のとこまで下がらなくて浅いままでそのまままたあのなんていうの、波みたいになってるっていうんだけど、そうその波が浅いとやっぱりどうしてもその上がってくるタイミングでその目が覚醒しちゃうんだよっていうのを言ってて、そうだから眠りがすごく浅いんだねって、なんか悩み事とかなのか、まあでも携帯とかねちょっと触りすぎてるとやっぱり睡眠にも影響するから、それもねちょっとねあのあるのかもねって、まあ私なんか携帯なんかめっちゃ触る人ですからっていう話をしてて、でそれからまあちょっとね久しぶり、そうなんかそれからまあなんかわかんないけどちょっと不安事が落ち着いたタイミングがあったのね。そうでそのタイミングであなんか夜中に起きることがなくなったなって思ったの。そうまあ結局だから私のその寝れなかった原因っていうのはまあなんかちょっといろいろ、まあもちろんスマホもあるだろうけど、まあその不安のこともあってみたいなことだったのかななんてな自分でねあの解決をしてたんですけど、そんな感じで、そうだったんだけど、そしたらその数日後次は寝つきが悪くなっちゃってマジかと思って、昨日もね寝たのね、ほんとお布団入ったのは割と早かったの。そう早上がりでね昨日で帰ってきたのもちょっといつもより早かったから、お布団入るのも早かったんだけど寝たのは2時とかだったね。えと思ってその間ずっとテレビ消してさ、お布団の中でもぞもぞしてんの、ああ寝れないなってしながら、本当に嫌だよもう困ったもんでね。
羊数えないからな。もうそうね、めいめいしちゃうときは確かにあるかもしれない。でもマジで本当に羊数え出したら、もうなんかどのくらいいくかな、ほんとめちゃめちゃいくんだろうなっていうレベルで起きてる時が。ねえ、なんかそういうのってね、体調不良の原因にもなったりするからね、皆さんも気をつけて。私もまあなんか、もたまに来るんですよ。私結構定期的にというか、なんか割とちょいちょい来るんで、そういうのが。夜中にすごい起きちゃうよとか、なんか寝つきがものすごく悪くなって、初めてでもないんで、まあ、とりあえず様子見つつ、落ち着くのを待つしかない。そんな感じでございます。でもね、本当に体調崩しちゃったりするから、それで。睡眠ってね、大切だよ。だから皆さんも気をつけて。睡眠をね、短くすると、いろんなことがね、起こるからね。集中力が落ちちゃったり、食欲が抑えられなくなったり、食欲バグる原因とかも睡眠にあったりもするんですよ。そういうのもね、結構いろいろ本当にあるんで、皆さんお気をつけて。あと最近すごい寝起きが悪くなった。私ってさ、起きるとさ、もうよし起きた、パッと起き上がってパッパッパッって準備して動き出す人だったんだけど、無理でさ、最近お布団の中でもぞもぞってして、ぼーっとしながら下行って、あ、おはようってしてっていう、ああだんだん 寝起きも悪くなってきたなと思って、まあ、それでもね、なんか本当に寝起き悪い人よりは全然私動きが早い人間だと思うんですけど、そう、でも寝起きが起きるんですよ、ちゃんと起きれるんです、アラーム前に起きるんですよ。そこはちゃんと、いつも通り変わらない、さすが私って感じなんですけど、起きてからがなんかしんどくて、いつもだったらよし起きよう、スパッって感じなのが、ああ起きるか、もぞもぞもぞ、そう、なんか動きが鈍くなりましたね。まあそれはなんか、まあなんか原因があるのかね、知らんけど、わかんない。でこういうのってさ、体質だからさ、変わっていく可能性もあるじゃない。うん、だからちょっと体質が変わりつつあるのかなって。あと最近筋膜ローラーしたらなんか大きいあざができましたっていうね、今目についたから、そう、太ももに、そう、なんか青紫ではね、赤紫でした、どっちでもええな、そう、赤紫な大きいあざができていました。よし、オッケー、クローラー終わったでしょ。そしたらちょっとストレッチをね、またよいしょ、のんびり、あ、じゃあ一回もう一回説明するね、さっきの。あら、ギフトありがとうございます。アイス夏だからかな。まずね、さっきのストレッチするね。あぐらをかいて座ります。まああぐらじゃなくてもいいけど、あぐらっぽく座ってください。そしたら左手をとりあえず上げます。そしたらその左手を右側に倒しますね。脇腹伸びるようにね、この時点でね、脇腹が伸びていると思います。右側に倒した、もちろんね、その上げてない方の手はね、そ、あの反対に倒した方につけてもらっていいんだけど、これ脇腹が伸びる体勢になりますね。そこから肩を回すように大きく手をね、なるべく遠くになるように回します。4 5 6 7 8 9
イエスト、ありがとうございます。そしたらね、次反対回しね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10っていう、ゴリゴリ音する？それはね、普段多分回さないからです。私も今でもしますそう。でも前ほどなんかすごい、なんか痛いみたいなの、痛いというか、なんかその、なんだろう、負荷が、なんていうの、なんか柔らかくなった感じがします。そう、私もね、なんか姿勢も悪いし、あら、ギフトありがとうございます。姿勢も悪いので、あんまり、だからあんまりいい人ではないんですけど、はい、なんか肩がほかほかしてきました。あ、それが正解です。それがいいことなんです。そう、肩がね、ちょっとあったかくなってっていうのがすごくいいことです。そしたらね、また反対もやるんですけど、まだ肩甲骨がね、動いてるよっていうのを意識して回してもらえたらいいかなと思います。うん、もしそれがね、痛いよっていう人は自分の、手を肩に当ててもらって、そう、このまま肘を、なんだろう、肘で大きく円を描くように回してもらえれば、それも結局ね、まあ、やってることとしては一緒なので、そう、肩甲骨を回すっていうこと。私はね、今やってるやり方の方が伸びてる感じがして、そう、気持ちよかったので、ずっとこっちでやり方をやってます。まあ無理はせずに、肩甲骨回すっていうのはね、結構ダイエット効果もあるって言われてるので、おすすめです。本当に、これね、だからね、足首とか、股関節とかも一緒で、やっぱり回した方がいいよっていうのがあるみたい。私やらないけどね、そこまでめんどくさいからやらないけど。元気だよ。そう、うん、やっぱり回した方が痩せやすくもなるし、怪我もねっていう、しづらくなるし、肩軽くなった気がする。よかった。そう、結構気持ちいいよ本当に。やり方とか間違ってなければ、無理に負荷をかけてなければ。そう、なんかで見て、そう、普通に肩回すより、なんかこっちの方がなんかやりやすいなと思って、回ってる感じがあるなと思ってやり始めましたね。10時半？私はね、もう最近ね、
ほんとお風呂上がってからまあなんかいろいろ終わるまでに1時間半とか2時間かけるんですよ。謎じゃない？マミーにそれ言ったらすごい驚かれた。そうだからさっきも言ったじゃん、ストレッパックしてストレッチして顔マッサージしてドライヤーして筋膜ローラーしてたまにマッサージしてまたちょっとストレッチしてたらね、1時間半2時間くらい経ってんだよね。まあね、皆さんそこまで無理せず、私がねやりたくてやってるんですけど、何よりも筋トレよりも時間かけてるっていうね。右のふくらはぎつりそう。そしたらね、ふくらはぎ伸ばした方がいいかもね。ふくらはぎはね、まずとりあえず立ちます。立って立つでしょ。そしたら床に手をつきます。前なんていうの、1メートルくらい前に、いや、まあ、1メートルか、まあ、1.5 もいかないくらい、まあ、そしたらね、ふくらはぎがもうすでにね伸びてると思うんですけど、そのままかかとを左右上げて下げてを歩いてるみたいな感じで、つま先はねつけたまんまでいいの。ふくらはぎをなんていうの、かかとを歩いてるみたいにつま先つけたまんまで上げたり下げたりするんだけど、これするとねふくらはぎが伸びます。これね結構効くのでおすすめです。ふくらはぎ痩せにもなります。私がねいつもストレッチしてる一つです。で前の方についていいよ。真下につかなくていい。そう、足と手は間なんていうの、三角の山みたいになる感じで手ついてくれればいい。そう、真下につかなくていいよ。足と手は1メートル、まあ無理だったらもうちょっと開けてもいいし、ふくらはぎ伸びてるなって、ふくらはぎとか足の裏がの太、足の裏っていうのは本当の足の裏じゃなくて太ももの裏とかね、ふくらはぎとかが伸びてるなっていうところで、そう、あとはもうちょっと伸ばしたいってなったら、これなんて言ったらいいんだろう、なんか腕立て伏せのポーズって言ったらいいかな。腕立て伏せの、まあなプランクじゃないんだけど、そのプランクみたいに、プランクってさ肘つけるじゃん、肘じゃなくて手のひらついてその体勢になって、なんて言ったらいい、右のかかとの上にもう片足をのつま先乗っけて、もうぐーっと伸びるように押して、そしたらねこれもねすごく伸びます。はい、めっちゃ効くでしょ、すごいいいよ本当。ふくらはぎもね伸ばすと結構気持ちいいので、まあね、なんかこれやって、私がやってるのは本当にネットとかで見たやつなので、まあふくらはぎのストレッチとか調べたらね出ると思います。結構効きますよ。そんな感じです。あとはまあちょっと股関節伸ばしてストレッチ終了です。とりあえずまあね、体硬いとね結構いろんなところで影響が出ちゃうので、腕立て伏せの構えから片足のかかとに反対の足のすぐいって感じ。あ、そう、それ
それです。そう、それするとね気持ちいいですよ。ちょっとまあ、体幹も鍛えられるんじゃないかなと思います。ちょっとお腹に力入れると。あ、今日ちょっと股関節が痛いぞ。足によってね、最近股関節のストレッチをやり始めたばっかりなので、日によってちょっと痛いなっていう日と、そうでもないなっていう日の繰り返しです。うん、なんかね、むくんでるとね、すごいさらに効きます。いつもストレッチするとあーってなる。まあ、仕事をねちゃんと最後までやって帰ってくると足パンパンになるんで。よいしょ、よし、終わりました。ストレッチ、なんか座ってるのもねあんまり好きではないんですけど、どっちかって言ったら、ね、立ってる方がいいんですけど、私の性格上。そう、座ってるの得意じゃないんで立ってる方がいいんですけど、まあやっぱりねパンパンにはなるね。足はね私つったりしないです、基本的につらない。うん、人生で足つったの、足はねつったの2回かな、あれ3回かな、2回か3回くらい。そうそうそう、そんくらい。出てつることはないですね、私。あんまりつらないんです。まあ、なんか体質なのか。はい。水分をちゃんと取ってるからなのかわかんないですけど、私つるときは本当にもう、めちゃめちゃ水分減ったときだけ。だから、その、つったことある中にその2回は、1回目はそのイベント終わりのホテルでした。ホテルでめっちゃ足初めてしっかりつって、あ、やばいってなって、はい。で、2回目がちょっと仕事中でね、首がちょっとね、つっちゃったんですけど、それ夏というか、そうね、夏の。まあ、お店ちょっと暑いんですよ。お客さん側はね涼しいんですけど、まあちょっと従業員側は暑くてですね、めちゃめちゃ暑いなっていう感じで、まあやってたら首がちょっと、首動かした瞬間ちょっとあーやべえってなった。そう、そんな感じ。
みんなにねおすすめしたいところがあって、東尋坊ですね。ゴールデンウィーク中にあのマミーとお兄ちゃんと行ってきまして、はい、実はまあしかも言い出したのがお兄ちゃんっていうの、お兄ちゃんが福井の水族館に、なんか最近水族館にハマってるらしいんです、うちの兄貴。はい、水族館に行きたいって言って、でなんだ、あ、なんて言うんだ、名前出てこない、何水族館だっけ、越前松島だっけ、え、ま、越前松島、あ、ま、でもそう、あの水族館に行ってきたんですね。はい、越前松島水族館です、できたんです。すごいね、あの楽しかったんですよ。ちょっとねイルカショーがね人多くて見れなかったんですけど、はい、ペンギンのなんか何お散歩タイム、なんて言うんだろう、そうとか見れたり、そうカワウソもいて、でね、なんか越前松島の水族館はなんかタコ触れたり、なんかいろんな魚をめちゃめちゃ触れるんですよ。私触ってないんだけど、お兄ちゃんがもうめちゃ触りに行ってて、そうめっちゃ触ってた、もう楽しそうだった、なんか一番満喫してた。そうで、めちゃめちゃ良くて、なんかなんだろう、すごい体験的なものがすごい好きな人は本当おすすめで、うん、めちゃめちゃあの、まあ、なかなかね触れる水族館ってないと思うんですけど、そうめっちゃ触れる、うん、でねカワウソも可愛くてですね、本当におすすめです。なんでその後になんか近く来たら東尋坊が近いんだってなって、そうちょっと私ねあの夜仕事があったので、もう早めに帰らなきゃいけなかったんですけど、まあ東尋坊にね、じゃあちょっと最後行こうかってなって東尋坊に行ったら、私東尋坊ってあのなんていうの、もうなんか崖、あのほら自殺の名所って言うじゃないですか東尋坊なんか、とりあえずだから崖っぽい、そのなんていうの、あの誰だっけ、名前出てこない、あの俳優さんの、あ、船越さん、船越英一郎さんの、そうなんかああいう、もうああいう場所しかないみたいなイメージで行ったんだけど、そうでもなんかその車止めてそこ行くまでになんかすごいねお店がいっぱいあって、そう海鮮とか売ってるお店がすごいいっぱいあって、そう遊覧船もあるんで、ね、私遊覧船には乗ってないんだけど、めちゃめちゃお店があって、まずそこがすごい楽しかったし、あのまあちょっと危ないっちゃ危ないんだけど、その東尋坊をおり、あのその崖のほんとスレスレとかまで全然行けるんですよね。うん、まあ私とお兄ちゃんだからすげえ、もうお母ちゃんね、もうあ行けないわーって、怖くて行けないわーって言って上でちょっと待ってたんだけど、すごい行けるんですね、いろんなところに。そうもう海のギリギリまで行けたりもする、あの下がっ、あの下の方行くとね、ほんともう海がすぐそこみたいなところまで、そう手すりもないから、まあ危ないっちゃ危ないんですよ、もうほんと落ちたらやべえっていう場所なんですけど、そうでもほんと楽しかったです。私はそう東尋坊すごいいいなと思った。まあ、ね、やっぱりなんかその人は多かったですよ、ゴールデンウィークだったので行ったのが、人は多かったんですけど、うん、なんかすごいにぎわっててめちゃめちゃ良かったですっていうお話でした。ね、あとはまあちょっとチューリップフェアに行ったよっていう、少しお天気の方がねよろしくはなかったんですけど、雨でした。ですが綺麗に咲いてました、っていうそんな感じです。あとね、あの
パピーとね映画を見に行きましたよ、コナン君。うん、めっちゃ面白かったです。すごい、あのめっちゃ良かった、すっごい良かったよ。コナン君、はい、すごく良かったです。でね、パピーにあのパピーとご飯も食べて、あの靴も買ってもらって、サンダルをね買ってもらったんです。そう、私の持ってない感じのサンダルを買ってもらって、で仕事に行きました。そう、まあ毎日仕事してましたよ、ゴールデンウィーク仕事はちゃんと毎日してそう。まあでも全く買い物はそんなしてないけど、うん、まあなんか何もできなかったわけではなかったので、まあまあ良かったかなと思います。私ね、働き始めてからさ、初めてのゴールデンウィークだったんですよね。去年はねまだゴールデンウィークはバイトをしていなかったので、のんびりのんびり好きに過ごしてたんですけど、はい、忙しかったですね、はい。まあでもいろいろお盆休みとか夏休みとかも経験してきたので、はい、まあ、はあって感じでした。まあ、もう1年経ちましたからね、早いですね。時の流れは早いです。充実してんのかな、してなさ、してないと思うなんかもっとさ、この年だから、まだ21じゃん、だからなんかいろんな人と遊んで飲みに行ってご飯食べてで、ね、したかった。いないんです、相手が、悲しい。あの地元にね、あの遊びに行こうって言える人がいなくてですね。ほら、あの休みの日は家から出ないさ、マミーと買い物に行くっていうね。夢にはね近づいております。なんなら最近後退しております。もう一歩一歩着実に後退していっています。もうなんかもうね、しゃあないしゃあないしゃあなくもないけど。もうなんかどうしようもできんから笑うしかない、うん、まあ、そんな感じで、充実してるかって言われたら微妙です。うん、でも全く楽しくないわけではなくて、まあ、仕事はね、いい人が多いし、優しいし、まあたまになんか自分の無力さに泣きそうになりますけど、まあ所詮な、私バイトだからさ、できることって限られてるんですよ、忙しい中でもね。そう、ね、そうだから、まあなんかたまに忙しい時とかにね、ちょっとあの私ができない、なんかみんな忙しそうにしてる中で私だけちょっと手が空いてるとね、はあってなるんですけど、うん、まあでもそうね、楽しい、
楽しいのかな楽しくはないかもしれない楽しくはないかもしれないけど、まあまあまあ、とりあえずまあ日々生活してるだけで偉い。うん、しんどくても仕事行ってるだけで偉い。偉いぞ偉いぞ、私、みんなも偉いよ。そんな感じです。みんな偉いぞ、みんな偉い。ご褒美欲しいわ、はい、冗談です。みんな偉い。そうね、だからなんか、あ、この年にしてはなんていうの、あ、多分このまあなんかそのこの年らしいっていうとなんか、いや、そのいや、なんやねんそれっていう感じもするけど、まあでもまあそうね、正直その何、私は今大学に行ってるわけでも学校に行ってるわけでもないし、まあなんかまあ友達が多いタイプでもないし、なんなら友達みんな結構ね、あの地元からもういないので仲良くはみんな出ちゃったんで、そうだから、なんだろう、昔想像してた、なんだろう、二十歳になったからもうめっちゃみんなと遊びに行って好きな時間までみたいな、でなんか青春を謳歌してみたいな感じではね、全くないですまあちょっとそれをねやってみたかったなとかまあ思いますけど、そんなこと言ったってねっていう感じでもある。多分ね、私ね、あの大学行っててもそんな友達はいないと思うし、うん、結局あのどうしようもないからうん、うん、まあなんかだからそうね、マミーとおしゃれして出かけてくらいがね一番ちょうどいいのかもしれない。あ、もうみんな結構石川にいないですね。ていうかなんか私の性格上さ、会いたくても連絡をしないからさ、それが一番悪い。そう、自分から行かないのが悪い。キキ友達ね、なんだろう、うーん、なんかなんだろう、うん、私の性格ってなんかめんどくさいなって思うんです、自分でも。そう、すごいね、あ、友達と会うのも遊ぶのもすごく好き、飲みに行くのもご飯食べるのもすごく好き、でもなんだろう、出かけた後ってなんか、あ、なんか不安になるというか、なんだろうな、なんか話したこととか、まあ私の行動とか、なんだろう、迷惑かけてないかなとか、嫌な思いしてないかな、傷つけてないかなとかを、なんだろう、考えちゃうから、なんかまあ正直あんまり多分人と出かけるの向いてないかもしれないそう、そうで、自分なんだろう、誘うのも勇気がいるじゃない。あ、なんか仕事とかなんかね、なんかいやー、なんかんーあるかなーとかで、 あの私あれなんですよ、ほらいるじゃない、たまに出かけるギリギリになるとちょっと行きたくなくなるよみたいなタイプの人っているじゃない。私それなんですよ。全然別にその子と会いたくないわけでも
そう、なんか別に嫌いなわけでもないんです。でもやっぱりなんか直前になると、あ、ちょっとは言わなきゃよかったかなみたいなさあるじゃないそういうのってそう、そういうタイプの人間なので、なんかね、なんか意外と多くて安心するわすごく安心できるんだけど、そう、私そういうタイプだったので、あんまり自分から行かない方がいいかなみたいなね。なんかその場のノリで、なんか、あ、なんか、あ、じゃあなんかこのくらいの日においでよみたいになったら自分から連絡はしますよ。そう、あの、本当に行ける状態であれば、なんだろう、あ、この日こうこうこうなんだけど行ってもいいとか遊びに行ってもいいっていう、そういう話はしますけど、まあ基本的には何も予定も何もない状態で、ああ、じゃあ遊ぼうよっていう話は私はもう何も言わない私からは何も言わない。相手から、ああ、じゃあこの日にね、言ってた話さ、この日にしようよとか言われない限りはもう何も言わない。準備したとこで満足しちゃうんで、いや、もうなんか準備するのがもう、あの、しんどいなんか緊張するの私、なんか、あ、大丈夫かな私みたいなさ、うん、そうそうそう、そんな感じ。なんかね、うん、良くも悪くも、なんか、なんだろう、周りを気にしすぎてる、周りの目を。うん、まあいいことでもあるっちゃあるんだけど、度が過ぎるとね、短所になるっていう。そんな感じ。でも会いたいんですようわ、めんどくさ、この女、この女めんどくさいです。平野ひかるっていう女めんどくさいですよ。そう、でもやっぱり好きだから会いたいし遊びたいし、うん、うわ、めんどくさい、会いたい、ありがとう。まあそんな感じで日々頑張って生きています。私は誰に一番会いたい、誰かな、誰かな、誰だろう。ハッツとナナさんとユイリーさんかな。あ、でも多分私はナナさんに会ったら泣く。あ、まあ、あったんだけどねお会いしたんですけれども、はい、というか、なんか誰かに話を聞いてほしいなって思う時に、うん、なんか電話とかかけたくなったり、うん、会いたいなって思うのはその3人かな。まあ言わないけどね何も言わないし、電話もかけることもないし、なんなら LINE も私からすることはないけど、なんかあった時に
声聞きたいなって、なんか話を聞いてほしいなってなるのはその3人です。ティッシュがどっかに消え去りました。私さ、夜さ、まあ病むんですよ、まあ、いつもじゃないよ、まあ、まあ病む時があるんですまあ誰しもねあると思うんだけど、なんかなんだろう、病むじゃん夜って、変なこと考え始めるじゃん、でなんか急にブルーになったりするじゃん、うん、そうなった時にすごい電話をかけたくなる、多分泣くんだけどそんなことして話し始めたらもう多分私の闇がね丸出しになっちゃうんだけどでもさ、なんかうん、声が聞きたくなるというか、なんか自分の中に収まりきらないことってあるじゃない、どうしてもほら話聞いてほしいみたいなね、自分ではもうどうしようもなくて、その気持ちが溢れちゃうとき、聞いてほしいなって思うとき電話をすごくしたくなりますけど、しませんあったティッシュあったよ、見つかったよ、泣いた後で気持ちは収まるの、多分収まることはない、うん、でもなんかわかんない、これはなんか女の子に多いのかな、なんかそういう話を聞いたりするけど、女の子とかってなんかめちゃアドバイスが欲しいとかではなくて、とりあえず話を聞いてほしいんです。それで収まるかは分かんないけど、アドバイスとかが欲しいんではなくて、あ、そうだったんだねって言って話を聞いてくれたら、なんかまあ多分私だから、その私の気持ちはその話したことによって一旦は収まるけど、きっとまた出てくるんだよね。そう出てくるから、もう一時的なものでしかないけど、そうでもやっぱり話を聞いてほしいんですしに電話してた、そういう相手ってねすごくいいと思いますよ、本当にめっちゃいいと思う。なんかね、私もなんかコンサートの期間でさ、前も話したことあったよね、なんかもうどうしようもなくなってマジで、ああもうああってなった時にハッツに電話したんだよね、夜中に、結構夜中に、そう武道館の時だったかな、ハッツはなんか出れなかったから、そうなんか
まあホテルにね、なんていうの、いなかったからなんかもう電話するしかなくって電話してもう大号泣しながらもうつって泣きながらね電話したの覚えています。こんな感じ。だからね、なんか会いたくなる、会いたくなるね。いやでもさ、本当になこうやって話すたびに思う、私ってめんどくさいすごいめんどくさい。なんか全部受け身になっちゃうからさ、めんどくさい女めんどくさい女だよ本当に。なんでこんな女になっちまったんだ、やめてくれってな。やだわ、自分でもやだわこんなの。ありがとう、みんな付き合ってくれて。歌の時間にしようかな。歌ちょっと歌って終わりますね今日。コナン君の主題歌です。私はあなたにはなれない、なれない、ずっと遠くから見てる、見てるだけで。
所で息をして、どこかにある宇宙でキスをして泣いている。楽しいことをあなたとたくさんした、苦しい胸も幸せだったけども、何もかも海の中粉々になった言葉も指も全部。あたしはあなたにはなれない、なれない、ずっと遠くから会って笑う。本当はない世界に思い切り手を伸ばして、本当はない暗闇目をつぶり怯えてる。次に会える約束の日だけでいい、あなたの隣で素直に笑いたい。二人の夢は秘密だと言えることだけで私は生きてきた。私はあなたにはあなたにはなれない、なれない、ずっと遠くから見てる、見てるだけで。最近ね、映画があったから配信サイトでコナンくんの映画がね出てるので最近見ています。
然的にコナン君の歌をね聞くことがすごく増えまして、あ、いい曲やなと思いつつ聴いています。ひかるん、男の子だったら安室さんと赤井さんと平次キッドが好き。女の子だったらセラとカズハも好きだね。あとベルモット好きだね私。そう、イケメンばっかり。いや、そうね、イケメンと言われる人たちですけれども、確かに。そうね、みんな好きだよ。あとはなんか映画とかで出てくるなんかもう単発のキャラクターみたいな人も好きだったりします。最近は結構今回の映画出てきたね、ちょっとネタバレになります、あの聞きたくない方は耳塞いでください。福城ひじりくんでしたっけ、ちょっと名字合ってるかな、まあ、ひじりくんね、結構なんと言いますか、話題というかかっこいいよっていうのがありましたね。私でもベルモットとバーボンが好き、結構コンビというか、はい、ベルモットとバーボンがこのセット好きですね。なんかあの二人並ぶとさ、なんかあのなんていうの、オシャンティーよね、すごく。とりあえずいただきますね。ね、ジンモクかわいいよね、一番のあれすごいよね、なんか確認の仕方がちょっとなんかもっと他になかったみたいな。この空の下、少し眩しい日差し吸い込んだ。あいつ瞬きさえ忘れそうだった。間近に見た何気ない私だけの笑顔、私を映して一途に光る君の瞳の輝きに導かれ、未来は変わってく。これから先こんなきらめく、こんな胸が高鳴る思いをいくつ感じていくと思う。なんかちょっと楽しい、なんかすごく嬉しい。
すごく嬉しい。君と完成してく中があったりっていう、なんかそのね、それも結構好きで、何かな、あ、でもなんか最近ね見て思ったのが、私さあのヒーローの弾丸をちゃんと見てなかったみたいで、なんか真面目になんかちゃんと見たの今年初めてみたいで、真面目にっていうかほんと全部綺麗に内容を理解してみたの。あのヒーローの弾丸はちょっと今年初めてだったらしく、黄色の弾丸すごい良かったですね。どれかな、一番なんか好きだ、一番好きなの何かな。でもな、なんか毎年なんかすごいなんか更新してく気もしてる。今年のめっちゃ良かったもん。うん。すっごい良かった。黄色の弾丸も良かったな、本当に。ハロウィンも良かったしね。あのサブマリンはね、なんかちょっと最後の灰原のところで泣きそうになった。そう、キスを返したじゃない、蘭姉ちゃんに。すごくあの泣きそうだったあのシーンっていう。ひまわり、豪華なひまわり、サブマリン、サブマリン良かったよね。ちょっと愛ちゃんが本当に良かったんだよあれ。豪華なひまわりもね良かったねあれね。本当にだから毎年毎年なんか、わこれもいいなこれもいいなみたいなさ、そうなんかなるね。最近じゃあ知った歌を聴こうか、言おう、やろうか。これさ、私さ知らなかったんだよね。歌えんのかな、ちょっと。私さ、これ千と千尋の歌って知らなくてさ、最近のなんかジブリの歌なんだ。千と千尋らしい。未来
千と千尋はさ、呼んでいる胸のどこか奥で、いつも何度でもだっけが、のが有名じゃん、すごく。私そっちしか知らなかったんで。そう、何かな、最近洋楽いっぱい聴いてるから、なんかあんまり新しい歌がないです。洋楽をすごく聴いています、最近。あ、じゃあコナン君の映画にしよう。
知らず誓った。いつかまたこの場所で巡り合おう。薄紅色の季節が来る日に笑顔で。Time of the time 一人花舞う街で散らざる時は戻らないけれど、あの日と同じ変わらない景色に涙ひらり舞っていたよ。風舞う花びらが水面を撫でるように、大切に思うほど切なく、人は皆孤独というけれど、探さずにはいられない。誰壊れやすいものばかり追い求めてしまう。 Time after time 君と色づく街で出会えたらもう約束はいらない。誰よりもずっと傷つきやすい君のそばにいたい。今度ありまして、何回見たことかっていうくらい本当に見たんですけど、今は内容もちょっとだけうろ覚えで、もうテルの歌がめちゃめちゃ好きになって、そう、あとハウルもよく見たね。あとね、なんか友達の家で、友達の家に猫の恩返しがあって、猫の恩返しもなんかその友達の家に行くたびに、あの私が好きで見せてもらってた。ラピュタは見たことない。だからね、全く知らないとか全く見てないとかではなくて、なんか見てるやつは全然見てます。うん、この恩返しも好きだったな。あのムタがめっちゃ可愛いんですよね。ムタ可愛いんですよ。ムタ大好き。ね、だから三鷹の森のさ、あのジブリ美術館あるじゃん、あれ行きたいんだよね。愛知にもあったよね。そう、行きたいんだよね。あとあれだね、もののけ姫、もののけ姫も一時期見たわ。本当になんかね、定期的になんかすごいハマる時期があって、なんかこの映画がもうめっちゃ見てみたいな。そう、なんか本当にそんなんでした。うん、君たちはどう生きるかもちょっと気になってはいます。私なんか結構半々に分かれるって聞いたんですけど、どうなんですか。
ニョってジブリなんだね。魔女の宅急便も見たけど、そんなもう内容覚えてない。あのポニョもめっちゃ見ましたよ。ポニョあります。ポニョってジブリだったんだ。知らなかった。ポニョ、サンスケ好きってね。ポニョも見たな。ポニョはすごい覚えてるな、なんか内容。君たちは良かった？本当？ちょっと少しね気になってたんですよね。なんかそのなんていうの、タイトルにすごく惹かれました。もっと実家の猫に似てる。もうめちゃめちゃ可愛いじゃないですか、それは。そんな感じです。したら次最後の曲にしようかな。カルシファー好きです。かわいいよね。カルシファーめっちゃ好き。かわいい。てかハウルはねマジで割とみんな好き。空にある何かを見つめてたら、それは星だって君が教えてくれた。まるでそれは僕らみたいに寄り添ってる。それを泣いたり笑ったり繋いでゆく。何十回何百回ぶつ
ということでね、本日の配信はこれで終わりたいと思います。ありがとうございます。アンコールはございません、ごめんなさい。下でランキングいきます。13位、ランタンさん、12位ワッキーさん、ジジユーボーさん、10位カエルピョコピョコムピョコピョコさん、9位ユーコさん、8位サルケチさん、7位桜のお友達さん、6位谷口ひろきさん、5位カイさん、4位ところてんさん、3位カボちゃん、2位ケンイチさん、1位ユータさんです。ありがとうございます。そしたらギフトいきます。ユータさん、ケンイチさん、桜のお友達さん、竹猫さん、ナナタさん、アッキーさん、サルキチさん、カエルピョコピョコムピョコピョコさん、ZR7S さん、ゆうこさんです、ありがとうございます。あと秀丸さんです、ありがとうございます。
呼ばれてない方挙手制でお願いいたします。恥ずかしく人見知り出ちゃった。大丈夫だよ。私に対してはね、そんな人見知りしなくていいんだよ。はい、大丈夫ですか。ありがとうございます。はい、ということでね、まあ急に始めたんですけれども、皆様来てくださってありがとうございました。まあ、またね、ちょっと次いつやるかもわかんないんですけど、こんな感じでね、まあのんびり配信になるかとは思いますが、はい、また見に来ていただけると嬉しいです。はい、まあ皆さんね、体調気をつけて無理せず、私たちは生きてるだけで偉いんだね。偉いよ。その上仕事までしてる。仕事までして、ね、偉すぎる。みんな本当に偉いよね。そういうマインドで、はい、いいよはいね、本当に、まあ、皆様無理せずに行きましょう。もう本当体調気をつけて、怪我も気をつけてお過ごしください。そう、私たちは偉いんだ、ね、そう、はい、それではね、皆様今日も一日お疲れ様でした。はい、まあね、ゆっくり休んでくださいね。この写真、あ、全然最近のじゃないです、冬のですね。いつだろう、これ 2月とかだっけ。なんかまあそんくらい の冬の写真ですね、はい、それではおやすみなさい。みんなありがとう。おやすみ、またね。おやすみ、ありがとう。